もう、やめました。僕は、政治的な案件のアンケートを取るのをですね、やめました。僕がびっくりしてるのは、僕のツイッターでこう政治的なアンケートを取ったときに、必ず起きる現象なんですけど、これ、タケノコの里とキノコの山、どっちが好きっていうアンケートを取るとするじゃないですか。そしたら、もう、30、で、化学繊維。タケノコの里と、キノコの山、どっちが好きですかってアンケート取ると、まあ、30分ぐらいでもう、まあ、仮にですけど、60、60%がタケノコの里、40%がキノコの山ってなったら、もうここから動かないですよ。もう、誰がどう入れても、まあ、大体60%の人が、タケノコの里が好きで、40%の人がキノコの山が好きって言って、まあ、どの人に聞いてもこう変わんないんです。こう、わーっとこう変わらないんですけど、この政治的な案件に限って言えば、最初バシンとこう決まるじゃないですか。そっから、こう、ぐぐぐぐぐってこう変わってくるんですよ。で、このぐぐぐぐぐってこうアンケート結果が変わるときに、こう、ものすごく罵詈雑言が飛び始めて、総裁選の時にも同じ現象があったんですね。だから世論調査と言われてる、その新聞社とかテレビ局がやってるアンケート通りに最初はなるんですよ。まあ、河野さんが有利とか。だけど、まあ、高市さんがこう、なるべきだ、みたいな。あなたは誰に総裁になってほしいですかって言ったら、最初は河野さんだったんですけど、もう、後半はもう高市さんがガーンと抜くっていう。